野村理三郎から1869年5月6日は、新選組大使。生は源の意名川義時。美濃国王が藩出身と言われるが定かではない。同藩主と抗論の上決闘を行い、脱藩したと伝わる。入隊時期は不明だが、1868年3月、五平神殿に屯集した新選組に、野村の名前を乱すことができる。 翌4月、下佐流山で新選組局長、近藤勇が新政府軍へ出頭する際、付き添って、共に新政府軍に捕獲された。その後、同月25日に、近藤は処刑され、野村も一緒に処刑されるはずだったが、近藤の除名嘆願により、同じく捕らえられていた、相馬和江と共に釈放された。釈放後は、相馬と行動を共にして、 幕府陸軍隊隊長カスが左絵門の,の下に着く。奥上越列藩同盟と共に常番口で官軍と交戦した。奥上越列藩同盟壊滅後、仙台藩へ向かい、その時、江本竹明艦隊及び肘方と市ゾらと合流し、江戸地へ渡った。野村は、新戦組に復帰せず、陸軍隊の一隊を任されていたが、隊長カスがの統率姿勢に不満を持ち、 命令違反などのトラブルを起こす。江戸共和国成立後は、土方の直属である、陸軍武行転役に就任した。1869年5月6日、宮古湾海戦の際、海天丸に乗船していた野村は真っ先に、鋼鉄艦に切り込んでいったと言われているが、撤退に間に合わずに、鋼鉄艦上で戦死したため、新政府軍により遺体は海に捨てられたという。去年26。 箱館商明寺の新選組供養費にその名が刻まれている。浦根拓郎。大島虎を大宇軍記に見る母親戦争時の新選組と斉藤はじめの同行。藍津人、群像36、142から145。ありがとうございます。